西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はスカイウォーカーさん、男性50代島根県、勤務会社に、運送会社に勤務しています。業界は慢性的な人手不足、長時間労働に苦しんでおります。もちろん原因は人手ではありませんが、規制緩和によるものが大きいと思います。最近は労基の臨検も非常に多く、反面法律のままではあった食べていけない状況で板挟みとなっております。先生はこの状況をどのように捉えておられますか、ということで、本当にご苦労なさっていること、大変だと思います。これはですね、よくこの頃取り上げられるようになってますけれども、一番大きいのはいわゆるアマゾンや、などのですね、ネットショッピングが、爆発的に増えてるんですよね。で、私も、実はよく利用させていただいてるんです。私たちのようにですね、国会にずっと縛り付けられておりますので、ほとんど、身動き取れない状況、そんな中で宿舎に帰ってですね、あ、洗剤が切れてるとか、なんか足りないとかですね、こうある時にですね、買いに行く時間がないんですね。それで、ネットで、ショッピングしたりするんで、大変重宝してるんですけれども、これがですね、我々の場合には宿舎ですから、一旦品物は届けてもらえれば、不在ということはないんです。管理人室が取ってくれますからね。ところが一般のそういう方の場合にはですね、不在が大変多くてですね、何度も何度もですね、電話で確認しながら届けなきゃならないと、何度もまた届けに行かなきゃならないという、この再販の、再運搬のですね、運送のコストというのがものすごく大きなものだと言われてますね。ですからここはもう少し思い切ってですね、こういう働いておられる方でおられない方はですね、近所の、コンビニなんかで取るとかですね、公的な機関で受け取りの場所が設けられるとか、ちょっとサービスの仕方自体をですね、変えないと、これは過剰なサービスで、本当にこれは業界全体がですね、疲弊してしまうと思いますね。それともっと根本的に言いますと、私はこれは新幹線委員会の中でもですね、言ってきたことなんですけれども、要するに、今北陸新幹線のルート決めましたけれども、今現実ですね、山陽東海道というこう新幹線があるんですが、ここに貨物新幹線をですね、絶対走らせるべきだと思っています。で、そうするとですね、一人の運転手でですよ、トラックの何百倍ものですね、量が運べるわけですよね。で、それを高速で運べるわけですね、しかもね。ですから、特別の貨物ヤードをですね、もちろん設けなければなりませんけれども、首都圏、名古屋圏、それから阪神圏、それから中国圏、九州圏とですね、いろいろな分野、ところで貨物新幹線のストックヤードを作ってですね、でそしてそこに、JR 貨物に走らせるということが必要だと思いますね。もちろん300キロ運行ですから、コンテナではなくてですね、ああいう新幹線の、同じ形をしたですね、カウリングをつける形でですね、走らせなきゃならないんですけれども、こういったことをするとですね、一挙に長距離トラックの運転手、こちらの方はですね、需要、その分の需要を減らすことができるわけですよね。人手不足を解消することができるし、安全に生きるようにできます。で、しかしこれやろうと思うと、その JR 貨物をその新幹線で走らせるというような話にしなければなりませんが、これが今ですね、そういう法律の枠組みになってないわけですよね。ですからここは、例えば、JR 国鉄改革をして30年になるんですけれども、で北海道、そして東日本、東海、西日本、九州、四国、貨物ですか、これをですね、もう一度再統合させると。で、そのためには、JR、東日本、東海、西日本、九州は上場しましたけれども、これをもう一度買い戻さなきゃなりません。で、それにいくらぐらいかかるのかというとですね、ざっと、9兆円弱だと思います。10兆円もあれば全部買えるわけですね。で、しかも、JR のこの本州の3社はですね、非常に成績がいいですから、配当もこの3社だけでですね、毎年1000億円の配当があるんですよ。つまり10兆円を、投資しても、1000億円、つまり 0.1% ですけれども収入が入ってくる。で、買う時にはですね、この国債発行して、買えばいいんですけれども、国債の利息というのがこれ
このほとんどゼロ金利なんですよね。つまりコストゼロで1000億円毎年入ってくる。そしてそのコストをかからずにですね、結局は再統合をもう一度見直して、そしてこの北海道などですね、非常に疲弊しているところは例えば東日本がさせるとか、それから九州も四国も、九州はまあ上場しましたけど、四国などはですね、これは例えば西日本とするとか、いや東海に持たせるとかですね、それから東海の方にはそれじゃあ今言ってるように貨物を統合させて、ここに貨物新幹線を走らせるというふうにすればですね、これ随分違ったことになりますね。で、国鉄の改革から30年経ちましたから、まあ、そういったことも含めですね、この運送体系全体をですね、どうしていくのかということをこれからやっぱり議論していかなきゃならないんですが、まあ、そうしていかないと、この結局は民間だけにですね、民間の業者だけに任せて宅配便というサービスができて非常に便利になったけれども、この民間の力だけではもう限界に来ているということですね。この人手不足状態、まあ、そこを私たちはですね、もう一度、政治の間で議論すべきだと思うわけであります。今日はスカイウォーカーさんからいただきましたが、今週はですね、三毛猫さんが2通、コロンさん、影武者さんが6通、ヨシさん、ひご娘さん、香里さん、アキちゃんさん、それから田中一郎さんが8通、スカイウォーカーさん、ダイモンさん、サッシさん、それから、このペンネームがですね、初めから、この人を挑戦するようなですね、ヘイトスピーチ前のペンネームの方が、2通おられましたが、あえて読みません。これからもこういうペンネームの方は山に読みませんので、お気をつけください。以上、26通プラス1ものおっきいさんが2通いただいております。ありがとうございました。